小池です。山本です。今世界は終焉を迎えようとしております。小安田？あ、そうです。小安田のようなですね、なすすべなしみたいな出来事がワンピースの世界でも起こってしまうんですよ。はい。今週のワンピースの話なんですけども、世界にとある異変が起きていることをナレーションで説明されていましたよね。イーストブルー、サウスブルー、ウエストブルー、ノースブルー、そしてグランドライン。この日の地震は観測史上類を見ない世界という広範囲に被害を及ぼすものだった。おお。これどう思いました？びっくりした。びっくりだよね。しかもそれさらにびっくり続くんですよ。震源地は特定できず、地学的にも異例の事態、関連性は不明だが、ルシアという王国が人知れず地図から消えた日から6日後の出来事であった。えぐいよね。この地震により世界中の海面は約1メートル上昇したということで、大災害も大災害なんですね。これそうですね、はい、世界中に届くような巨大地震が発生しているんです。まあ言ってもね、あの白ひげの能力開始の時も世界を滅ぼすことができる能力みたいなのを言ってましたから、やっぱ地震ってそれぐらい強いわけじゃないですか。そういうインパクトがありますね。そう、それがだって海震が今世界に多くね、大海震してるわけじゃないですか。小安田でもこの間大災害総集編を出したんですけども、はい、国単位の規模の地震でも過去最大の大災害ですし、国の一部でも崩壊すればそれってもう大災害ですよね。そりゃそうよ。それがなんと世界中で起こっていると。でその影響でなんと海面が1メートルも上昇しているという現象なんですね。はい、日本でちなみに海面が1メートル上昇したらどうなるかちょっと調べてみたんですけど、はいはいはい、例えば大阪だったら北西部から堺市にかけての海岸線がほぼ水没。え、妙の実家ギリギリ無事やな。妙ギリ、いや、あるかないか分かんないぐらいなところですね。続いて東京でしたら江東区、墨田区、江戸川区、葛飾区が被害を受けます。ということで海沿いの県はもちろんなんですけども、こういった大都市県でもかなりのダメージがありまして、しかも日本の砂浜の 90% がなくなってしまうんだって。専門家によりますと2100年には海面水位が今から 0.32 から 0.62 メートル上昇する可能性が高いと言われておりまして、最悪の場合2070年頃に1メートル上昇してしまうかもと。現実でも起きると、うん、そういう話をまあ聞きたい方ぜひね、小安田の方の都市伝説を見てください、はい、話は戻しまして、東亜君はこの地震は何が原因だと思いますか？それはもうイム様キャノンですよ。あ、イム様方ですね。マザーフレームですね。マザーフレーム、はい、これね、原因ではない可能性もあると。なんでよ、はい、もう一度このナレーションを聞いてください、はい、震源地は特定できず、地学的にも異例の事態、関連性は不明だがということなんですね。だから確定はしてないんです今回。あ、うん、まあでもね、震源地言うわけにはいかんやろ、マザーフレームのじゃあ他に原因があるんじゃないかと思いまして考えたところ、こういう結論に至りました。地震の原因はある巨大な王国の復活説。まあ俺も最初そう思ったのよ、東亜君みたいに。復活。そう、震源地そう言うことできへんやろって思ったんやけど、そうやわ。じゃあルルシア王国が人知れず消えたって書く必要もないなと思ったんだよ。確かに。そうだから、それが原因ではないというヒントも同時にくれてる気がするんですよね。じゃあある巨大な王国といえば何でしたか？それはね、クローバーが言うとった伝説の国ですよ、うん、クローバー博士が空白の100年について研究してたどり着いた仮説で、まあ、かつて今の世界政府側の人間が戦って滅ぼしたとされる巨大な王国のことですよね、はい、今はもう跡形もないか言われてるんですけども、巨大な王国が現代に突如復活して、その影響で世界に地震が起きたんじゃないかという考察になります。それぐらいの地殻変動があったと、うん、まあ、思ってみればさ、小原もね、バスターコールを受けて滅びましたし、地図から消えたという表現をされますけども、大陸自体は残ってるし、実際本も残ってたし、跡形もなくではないんだよね。確かにね。そう、でもルルシア王国の場合って跡形もなくっていうのはまさにその通りだと思うんだよね。でもそれが突如として出てきたら、さすがにすごい影響を与えるんじゃないかと思うんだよな、はい、まずですね、こちらのテーマからいきます。4つのロードポーネグリフ。ロードポーネグリフは4つ集めて、まあ、最後の島の場所が分かるという仕掛けだよね、はい、ロジャーは全部集めたからこそ最後の島にたどり着いたわけです、うん、でも昔から散々言われてますけども、どこかに形あるものだとしたら誰かが偶然見つけてしまってもおかしくはないんですよね。おかしくないですね。ロードポーネグリフにはそれぞれの地点が記されていて、うん、まあ、地図上で4つの点を結んだ時、その中心に浮かび上がると言われていましたよね。でそもそも座標が書かれるんだったら、3つ集めたら3つの座標を結んだ線上をなぞれば必ず見つかるというふうにも言われますよね。そうね。最後2つでも、まあ、ずっとその航路をたどりさえすれば、うん、まあ、どっかでぶつかるんじゃないかみたいな、そうそう、はい、ずっと言われてるんですけど、はい、でも今回誰も言ってない新しい説っていうのをちょっと持ってきました、はい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 、ロードポーネグリフには地図上の座標だけじゃなくて時間軸の座標も書かれているんじゃないかという説。時間軸、そう、つまり前後左右上下という3次元だけじゃなくて、はいはい、時間までも加えた4次元の
座標なんじゃないかというふうに思ったんですね。まあ、宇宙はね4次元なんてことも言われますけども、言ったらもう上も下も右も左もないわけで、はいはい、ただ単に地球とか惑星というでっかいものが宇宙空間に浮いている、だからこれはもう4次元であるみたいなこともあるんですけども、一応その仮説ではありますけども5次元から11次元とかまでね一応あるというふうには世界で言われてますけども、まあ一旦縦横斜めそして、時間を超えたのが4次元ということに一応定説になっておりますが、でこのことは皆さん覚えていますか？俺たちは早すぎたんだ。これも有名なロジャーのセリフですけども、これなんで早すぎたと分かったんですか？じゃあ書いてたラフテルに。え？早すぎるよーんって、うん、この日この時間ですって、うん、早いちょっとあの予約した時間より早く行っちゃったみたいな感じかな。そもそもなんで時期が関係してるのかってまず思うんよな。普通に場所に行くだけやったら別に早かろうが遅かろうが目的は達成できると思うんですよ。まあでもなんか春分の日だけ光るとかそういうのあるやん。あーなるほどね。そうそうそう、でもそのねそれも時間が関係してるわけですよ結局は。だからこれってヒントだったんだなと思うんでね。でその次のセリフも重要なんですよ。ワンピースか、誰が見つけるんだろうなということは、まあ当たり前ですけどもロジャー海賊団もワンピースをちゃんと見つけれてないんじゃないかっていう風にも匂わされてる。実はそう、実はねそうなんとなく想像もできるかもしれないけど、そこにあることも分かってるんだけども、ワンピースは結局手に入れることができなかったからそこに置いてきたって言ってるかもしれない。信者の宝みたいな、ね、そうそう、まあ、あれはまあ手に入れたと言えるだろうけど、まあ、ラフテルにたどり着いたのにワンピースがないってことは物語の理論が破綻してる気もするんだよな。はいはいはい。じゃあルフィは今ラフテルを目指していてワンピースを見つけて海賊王になるって言っているのに、ラフテルにもしそれがなかったら最終回が微妙な空気になっちゃうわけですよ。ちょっとびっくりするよ。でご褒美があるって思って言ってんのに、うん、何もなかったみたいなね。それはないやろ。そう、笑っちゃうけど笑えないよねみたいな。今回その答えね分かっちゃったかもしれません。ほう、まあ、答えから先言いますね、ワンピースどころかラフテル存在してない説。言ってます。白ひげ茹でました。茹でた。ワンピースは実在する。見てないんだよあの人ね。いえ、ロジャーが言うたらそれあるやろ。ちょっと何、ライバルの海賊が言ったこと信じて。信じますよ。あのバリ言い切っちゃったんですか。信じます。それぐらいの関係値あります。ありました。ありました。まずねラフテルが存在しないちょっと証拠、まあ根拠見せますわ。じゃあもうクロッカス詐欺師。え、もしほんまにラフテルなかったら。あのごめんなさい、あのクロッカスについてはもう最後に言って、ね、もう進まないんですよ。そうです、はい、ロジャーたちは実はラフテルに上陸していない、はいはい、まずここの描写に違和感があるんです。ロジャー海賊団が最後の島にたどり着いてラフテルと名付けた名シーンですよね。ここでは背景や足元が全く描かれておりません。ある意味でもちゃんと確認しました。なんかピンクのモヤがちょっと被ってるような感じでしたね。おそらくラフテルの片鱗さえ見せないように物語的に配慮がされたから、描いてないんじゃないかと思いました。はいはい、うん、まあ、実はそれ上陸すらしてないことを悟られないようにするためのミスリードなんじゃないかと。ただラフテルはないと言いましたけども、厳密にはラフテルはないけどそこにあるみたいな、うん、見えないけどあるみたいな、まあ、そうそう、さっきも言ったように時間軸の座標がずれていたら、はい、まあ、その時は存在していなくても、まあ、本来はここに最後の島があるんだなということ。島自体はないけどもそこを島として認識していたんじゃないかということですね。でそう思ってですね、他のラフテルに関する描写を見たんですけども、みんな怪しい言い回ししてるんですよ、はいはい、もう我らが大好きなねクロッカスさん、はい、ラフテルグランドラインの最終地点であり、歴史上にもその島を確認したのは海賊王の一団だけだ、伝説の島なのだということで、クロッカスですら上陸したって言ってないんですよ。確認したんですよ、まあ、確かに確かに。そう、その他にも犬嵐のこのセリフ、数百年海賊王のクルーたちしか行き着くことのできなかった最後の島ラフテルかな、はあ、ということで、こちらもね上陸とは書いてないんですよ。行き着くことのできなかった最後の島ラフテル、行き着くなんですよね、はい、そしてロジャーと白ひげの会話、ラフテルへの行き方でも教えようか白ひげって上機嫌に言ってるよね。聞いてもいかねえ、興味ねえからな、ということで、ここでも上陸方法ではなくて行き方なんですよ。はい、まあでもこれだけじゃワンピースでは上陸って使わないだけじゃないの、たまたまって思うかもしれないじゃないですか。はいはいはい、はい、もうこれ決定的ですよ。このコマ見せますわ。俺たちは誰も到達できなかった6ポースの最終地点ロードスタートについに行き着いた、危機として上陸して分かった、そこが最後の島じゃねえと。なるほど、ここではちゃんとね上陸と言っているの、ね、まあ、ロジャーが言うてますね。はい、確認とかね行き着くとかじゃなくて上陸してるんですちゃんと。確かに、はい、さらに言葉のニュアンスの違和感で言うとずっと引っかかっていた言葉があるんです。それがこちらです。4つの赤い石にはそれぞれの地点が記されている、その位置を知り地図上で4つの点を結んだ時その中心に浮かび上がるのだ、その中心にあるのだって、なんで言わないんですか。確かに、中心に浮かび上がるのだボーンって、そうなんで
でですか？というのも引っかかっていまして、うん、その表現はここでも使われているんですよ、はいはい、僕たちがこっそり倒したこの名シーン、我々はやがて一つの国の存在に気づいた。今はもう跡形もないが、文献の上に浮かび上がったのはある巨大な王国の姿、うんうん、ということで、クローバー博士も巨大な王国に対して浮かび上がるという同じ言葉を使ってるんですよ。確かに確かに、これは小田先生からの最大のヒントなんじゃないかと思いました、うんうん、一つは存在はしないけど浮かび上がってくるもの、もう一つはラフテルと巨大な王国は同じもの、お、うん、そういったヒントがここに隠されていたんじゃないかということなんですよ。面白くないですか？いや面白いよ。はい、そうなってくるとこういった考察もできるようになってきます。ガイモン編とのリンク、もうここでガイモン、そう、一生ガイモンのことはね、イーストブルーでも描かなくてもいい話だったんじゃないのっていうふうに言われます、うん、だからこそ実は意味があったんじゃないかっていうふうな考察もされますよね、はいはいはい、ワンピース22話で突然挟まれた謎の1話完結の物語、ガイモン編なんだよ、ヘラヘラ笑ってる。いやあれ今やったらね、多分1巻ぐらいは使ってるよね。使うね、うん、漫画家としては序盤の大事な時期に異色なストーリーを描いてきたということは、ここにはかなり伏線があるんじゃないかと、重要な、ズバリ伏線を言い当てます。それがこちらです。ないんだろ中身が、はい、こちらですね。20年間ガイモンがずっと追い求めてきた、まあ、宝物ですね。中身がすでに空っぽだったというなんとも残酷なシーンなんですけども、ロジャーが最後の島にたどり着いた時も、まあ、同じようなことが起きたんじゃないかと思いました。ロードポーネグリフの情報通りの場所には来たんだけども、うん、何も宝はなかったというか、まあ、宝はあるはずなんだけど時期がずれていたというね、はいはい、まあ、そういったリンクがあるんじゃないかと、まあ、そしてルフィとガイモンこの後ね、どうなったか皆さん覚えてますか？もう分かれた、笑ったんですよね。あ、そういうことか。そう、なかったことに対して悲しむんじゃなくて笑ったんですよ。あ、確かにね、はい、ロジャーたちも笑っていましたよね、はいはいはい、でその後に早すぎたという話をしていました。確かに、ルフィたちも笑った後に時間に関する話をしたんです。20年で俺たちが来てよかったよ、あと30年遅かったら死んでたかもな、ということでこっちは早くてよかったねって話をしてます。確かに確かに、はい、もうこのリンクはかなり信憑性高く感じませんか？確かに。そして最後ラフテル、まあ、巨大な王国が浮かび上がってきたとしたら、そこには誰のものでもない土地なんで、ルフィたちが買っちまうということもあるかもしれません。そして最後にラフテルが浮かび上がるの本当の意味と地震との関連についてちょっとお話ししますね、はい、ラフテルと地震、薄々感づいている人はいるかもしれませんが、はい、ラフテル、まあ、巨大な王国は時々の実で800年前から島ごと飛んできたんじゃないかと、まあ、それが時間やし、うん、まあ、おでんたちが言うとった開国の時やと。そう、そしてその島がですね、突如現れたことにより地震が当然起きます。島ができるんですから。でその分海面が上昇する。なるほど。だからみんなルルシア王国ができたことによって穴ができたんだから、うんうん、穴の中に水が入るということは海面は下がるんじゃないかとまず思うと思うんだよね。あ、なるほどね。どっちかと言ったらね、まあ、一時的な津波はあっても、そうそうそう、うんうん、地震の意味は分かんないけど、うんうん、海面が上昇したってわざわざ最後に書き足しますかと。確かに確かに。津波が発生したじゃないの普通は。海面が上昇してる、じゃあもともとなかった場所に大きなものが存在したから、その分海面が上がるよね。お風呂入ったらみんなこぼれたりするよね。ルシアはもう完全に滅びちゃったんですもんね。沈んだわけじゃなくて。そう、それがだからミスリードなんだと。なるほど、はい、しかもですね、全世界に轟くぐらいの地震ともなれば、突如現れた島も、うん、ルルシア程度の土地じゃなくて、それこそとても巨大な王国なんですよ。だって僕たちはさ、アラバスタを見ても巨大な王国と思いましたよ。でもわざわざ巨大な王国って書き足すということはめちゃくちゃでかいわけよ。一応ラフテルバカでかいってこと？そう、だから巨大な王国を収まっていた島なんや、もっと巨大な島なんですよ。はあ、そう、大陸ぐらいかも知らん、それはね、はいはい、それがボンってなかった海に現れたら、うん、それは海面は上昇するがなということです。でここに関してまた別のリンクを考えたんですけど、それが空島編、うん、さっきラフテルは存在しないと言いましたけども、厳密には少しだけ存在していたんじゃないかな。だからこそロジャーたちはそれが最後の島だと気づいた。つまりこことのリンクですね。モンブランクリケットが住んでた家、あ、ハリボテの。そうです。ここでは巨大なノックアップストリームによって島が一部分空島まで飛んでいったということですよね、うん、巨大な王国に関しては一部分を残して全部他がですね、時々の実で飛ばされてしまったんじゃないかと思います。現実的な話でいきますと、時は一緒に飛んでいないので、時が島を飛ばす時に立っていたであろう島の一部分のみが残っていて、それをロジャーたちが見た。なるほどね。そう、そういうこと、うん、時はなんで飛ばしたんやろね。で、事情があったんでしょうね。だから予言の歌みたいなことも歌えたんでしょ。なるほど、ね、自分飛ばしたのもんだってね。それは歌えるよね。詐欺師のやり口や、まあ、例えばですけど、ポーネグリフには巨大な王国が存在すると書いてあったのに、まあ、実際たどり着いたら人一人分ぐらいのちっちゃい土地だったみたいな、笑っちゃいますよね。確かに確かに、ね、まあ、ラフテルの欠けたワンピース、まあ、つまり一かけらがワンピース一つなぎになる、かなりおしゃれじゃないですか。なるほど、パーツが組み合わさって、はいはい、で冒頭にイム様法は関係ないと言いましたけど、
ども、漫画的にあのナレーションの書き方で全く無関係ないとは言えないんですよね。まあ、そういう人のために納得できる理由も考えてきました、ちゃんと。まず、800年後にピンポイントで飛ばすんなら、時も何度も繰り返し時空を飛ぶ必要はなかったんですよね。はいはいはい、またここじゃなかったみたいな言ってたんですよ。おそらくあれは、どの時代に巨大な王国が現れるかを予測しながら飛んだんじゃないかと。つまり、時ですら、さっき予言って言いましたけども、巨大な王国がいつ出てくるか把握できてない。あー、じゃあ適当に飛ばしもんだよ。うん。どういうことかというと、条件付き能力の発動。はいはい。はい。まるまるが起きたらその時代に飛ぶ。というように設定していたんじゃないかなと思いました。他にも条件付き能力に近いものはちょっといろいろあって、例えば、ソルソルの実。はい。相手にソウルを付与するのはできるけど、うん、ソウルを奪うときに相手の許可、もしくはビビらせないといけないんだよね。ああ、そうですね。条件だよね、これってね。確かに。で、他には呼び読みの実。死んだら発動できるんですよ。これは分かりやすいですね。はい。で、それを考えると、今回に関しては、古代兵器が発動されたらその時代に現れるとか。で、こういった条件がついていて、イム様4マザーフレームは、やはり古代兵器だった可能性があると。で、なんでこんな条件をつけたかというと、世界政府の暴走、まあ、最も体現しているのが古代兵器による破壊行為みたいなね、はい、だと思うんですけど、800年前のそのジョイボーイが、未来の敵が古代兵器を使うほど暴徒した時のために、その時代に国ごと飛ばしてくれということを言って、国ごとジョイボーイが今、この世界に現れたのかもしれない。なるほど。もし、ラフテルの本体が今現れたのだとしたら、ルフィにとってのお宝、まあご褒美ですよね、うん、何かというとロジャーすらできなかった最後の島の冒険そのものじゃないか。おまだこんなにいっぱい冒険できるのかってことはルフィにとってみたらご褒美ですよね。そうね。と言って最終回の後も冒険するルフィの姿が描かれるのかもしれません、うん、ということで今日はですね、地震の原因はある巨大な王国の復活説でしたけど、いかがでしたでしょうか。いやなるほどねという、まあ、結構新しい着眼点でしたね。そうね。だから結構物であることが可能性があるってこと、ね、そうですね、言われてますけども、うん、確かに巨大な王国もものですよね、うん、って思ったら、この王国が時空を超えて飛んでくるっていうのはめっちゃおもろいと思うよね。いやもう初っちゃう、いろんなさ時間飛ばしものとかタイムリープものとかあるけどさ、うん、国飛ばしましたって。うん、国飛ばし、いえ国引きみたいに言うてるけどだってそう、国引きの王子もさ、うん、結構国を引けるんだからさ、国って動かせるわけやん、あの世界ではね。そう、でも時空を動かせるのは時々しかないから、確かに確かに、まあ、時が飛ばしたのかその前任で飛ばしたか分からへんけど、その辺は。でも時空を超えてやってくるっていうのはすごいと思う。だってラピュタとかでもね、はい、空にあったりとか、まあ、それは空島だったりするやんか、うん、で島って空にあります。俺、うん、あとありそうだなと思うのは宇宙ね。あ、宇宙に島が浮いてるってこともありえそうだし、うん、あとは時空を旅しながら来る、表層帰りと深層帰りこう入れ替わってて、こう何年か一応出てくるみたいなのもあるやん。というに時間が経ったらそこに現れるっていう仕掛けを俺ね、小田先生がやってくるはずだと思うんだ。確かにな、はい、じゃあロジャーは実は全然旅してなかったんですね、うん、ラフテルは。そう言ったけど、もらっちゃってもこれぐらいの島しか経ってなかった。片鱗みたいな、どうやって飲んねんここにみたいな。あのラフテルのイメージ何やったんやろな。そう全然ちゃうやんそれそう、これはクロッカスに書き起こして右に出てたかもしれない。え、書きそうやからな、あのじいさん。確かに確かに。はい、ということで、はい、以上です。いかがでしたでしょうか。いやー、よかったです。はい、面白かったって、してみます。高評価、そしてチャンネル登録お願いします。それでは、See you. バイ。頭の中の果てなブロックを壊したら